演舞開演。どうも、本日はちらシャトレーゼさんの特製和風だしのみたらし団子を食べたいと思います。以前の黒糖黒醤油みたらしは美味しかったのですが、通常のバージョンはどうなのかな。たっぷり団子がたっぷりのタレに使ってますね。では食べてみたいと思います。おー、ちょっとひっついちゃってるな。仲がいいのはいいけど、仲が結ばしい駅痛いんだけど、ちょっと離れてね。ではいただきます。お出汁の新たな一面が見られました。お醤油だれはさっぱりしていて、団子もシンプルに弾力のある団子でした。それシンプルなだけに素材の味をうまく感じることができて、とっても美味しかったです。甘すぎないので、甘いのはちょっと苦手という方にもおすすめできる団子ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。